おはようございます。こんにちは。こんばんは。お元気でしょうか。たまにこういう文句がある電子漫画。しかも無料のであったりしますけど。結局、この伯爵というか、伯爵っていうかな、まあ大正昭和の初期のその身分制度があるところで、金持ちの男性で、そういう、なんだろう、女性にはちょっと構えてしまう男性。うん、で、その女の人は一応長女だったり、妹だったりするけど、異母兄弟だったり、に迫害されて、迫害というか、まあもう本当にお手伝いさんのような感じでやっていたのに、結婚相手がそういうお金持ちだったり、伯爵だったり、そういうところに行って、まあ幸せになる、とりあえず。で、その、元実家って呼ばれてるところは、結局は落ちぶれてしまうみたいなね。で、まあそのお手伝い参加されてる女の子が行ったら、その結婚相手と呼ばれてるところに行ったら、まあ私は君を愛する気はないとか、契約結婚だから1年で終わりにしましょうとかっていうのをやってて、でも結局その数ヶ月後には好きになってしまっている主人公の男性みたいなさ、あ、なんかありきたりじゃないけど、そういうのがブームになってましたよね。うん、映画化にもされたやつで、去年かな、もう本当に TBS かなんかで何度も何度もやってて、見た気になってしまう紹介するねやつがあったんだけど、あれどうなんだろうね、そういうのは流行りなのかね。転生してみたんじゃないけど、異世界に転生 してしまった漫画とかってあるけど、うん、あれもなんかあるよね。ちょっと待ってね、おいて、そういうさ、流行りもそうだし、何をバツっていうのか分かんないね、今。まあ、電子書籍を見れば分かるんだろうけど、何も分かんないわ。うん。でも、まあまあまあっていう感じかな。うん。そういうのって、ありえねえよな。身分差を超えての、結婚とかないよなとか思いながらも、私が知らないだけで、もしかしたらあるのかもしれないし、それが一番顕著に出てるのは、皇室かなとは思うんだよね。うん。一般、国民っていうか、なんとか、三大財閥じゃないけど、そういうところからのお嫁さんじゃなくて、まあ一般平民って言われてる、平民なのかわかんないけど、国民ね、一般サラリーマンのお家から、お妃が、まあ選ばれたとか言うけど、結局はっていうのもあるだろうし、よくよく調べてみたらね。で、さやが子さんだっけ、今はね、内親王だったのが。うん。で、よくよく考えてみれば、考えてみればっていうか、調べてみたら、ちょっとお金持ちだったりとか、
そうだし。でいいのもあんのかな。本当にその千家さん、千家さん、今の出雲大社の総本社の総本社、総本家にお嫁に行かれた方も、その、まあ、神社の名だたるっていうか、出雲神社って言ったら、出雲大社って言ったらここだよねっていうような、結構その一般国民って言われてるところに嫁いでるっていうのはないかもしれないし、まあそもそもその公立とかさ、私立の下の方っていうか、普通の学校に、まあそういう方々が行くこと自体ないもんね。周りがそういうそのお嬢様、お坊ちゃま系が多くいるような気がする。まあリアル的な意味で言えば、そこら辺、皇室とか宮家の方の、まあ、旧宮家も含めてなんだけど、お家、お家柄、を、まあ、重視してしまう結婚相手っていうのがそういうのかなと思いますけど。怖いっていう意味ではないんだけどね。まあ実際にどうなんだろう。今でもそういうのがあるのでしょうか。ちょっと気になるところではありますけど。はい、以上です。